改めまして、こんばんは。こんばんは。桜井穂乃香です。小学5年生の11歳です。よろしくお願いします。最近の出来事はバレンタインデーもあったんですけど、この前マイナス20度の中スキーやりました。みんな中止になるって言ってたんで、ほのもあるってなった時すごいびっくりして、だけどその寒すぎて一回休んでました、ストーブの上で。でその次の日もうすごい元気で風邪はひいてないのでよかったです。今日対局はジュジュさんの優しさであふれるように歌います。聴いてください。ありがとうございました。